キノグナトゥスは、中世代三畳期前期に生息していた、タンユミ類の絶滅した属。タンユミツナ十ユミ目、キノドンアモクキノグナトゥスカに属する。学名は、ラテン語で、犬の顎を意味する。キノグナタス、シノグナタスとも、英語読みは、シノナータスである。頭蓋長、約40センチメートル、全長1.5メートルほどのオオカミダイの、大型肉食動物。 ただし、足が足裏行政のため対抗は、狼よりも低い。肉食に適化した、鋭い歯を持つ、眠猛な捕食者であったと思われる。小さな摂氏と発達した長い剣士、断ち切ることに適した、鋭い頬歯を持つ。化学は分厚く、歯骨の拡大が進んでいた。また筋突起も発達し、噛む力は強力であったと推定される。同時に鳥がくソドンなど、 初期の族と比べて、黄筋の付着部が、粉側へと拡大し、下顎に対し前方への力を及ぼすことで、咀嚼がより効率化している様子が伺える。また、細長い体幹と直立化の進んだ獅子を持ち、活動的な動物であったであろう。剣士の前の小さな摂氏は、食肉目などでは毛づくろいに用いているが、キノグナトゥスも同様の行動を行っていたと言われる。 時折、復元図で次回を備えた復元がなされることがあるが、キノグナトゥスの段階では、哺乳類型の耳小骨の構造が完成おらず、そういった次回を備えていた可能性は低い。肉食性気のドン類の中で、最大級の体格を備えており、三条期前期の捕食者の中では、比較的大型の部類であったため、力のドン類や、植物食気ノドン類、または、初期のそういう類や、 といった周辺の脊椎動物を捕食していたと推測されている。また、しばしば、狼のような捕食者、とされるが、キノグナトゥスが、狼のように群れを形成していたという直接的、もしくは間接的な証拠は発見されていない。キノグナトゥスは、キノグナトゥス体と呼ばれる、地質区分において、同時起動時代に生息していたそういう未類のエリスロスクスと共に、 生態系の頂点に立っていたと推測されている。ゴンドアナ大陸のキノグナトゥスの分布域かつて、ゴンドアナ大陸の一部であった、アフリカ及び南アメリカに生息していた。この生物が出土する地層は、キノグナトゥスタイと呼ばれ、南アフリカ最後の指標動物の名がついた、バイオゾーンとなっている。また、上記のバイオゾーンからは、カンネメエリアやユフドサイクラアップスといった。 植物食の大型ディキノドン類。そして、ディアデモドンのような植物食のキノドン類。それに、肉食のウユミ類エディスロスクスやエウパルゲリアといった、古生物が共産している。このキノグナトス体は、 当時極夜になる地域にあったため h t t p s コロンススララッッシシュュサイエンスドット s c i e n c e e m a g o r g スラッシュコンテントスラッシュ332スラッシュ6030スラッシュ705。冬季には夜が長く続いたとされる。https:www.researchgate.net フィギュアスカイオブサイノーグネイサスクレイタラナタス Pvl－ 三千八百五十九インラテラルビュー,エー。a＆ リコンストラクション・ビーフィグ。三三億四百九十万九千三百五十三。ありがとうございます。